しいスタジオ質問コーナー、イエーイ、やばすごい。今回あらかじめひまぶーさんのタイアップでこちらのアプリを使って質問を募集しました。ツイッターを見てくれてた人だけわかるんですけれども、うん、そうです、ね、そういう感じでございます。ひまぶーっていうアプリを使って夢の質問コーナーが実現いたしました。夢コーナー、いくつか質問をねリスナーさんにいただきました。おーい、質問から僕たちが7、8、9いかないぐらいの質問を、答えております。なんと数名の方に電話で直接質問コーナーをやばいね、やばいね、すごいやん、やばい、ね、結構ねファンのみんな近くなるような夢の企画が実現したというね。ひまぶっていうアプリの特徴なんですけど、学生メインのコミュニティ、全国のね暇な学生たちと、うん、まあ、勉強の話だとか恋愛の話とかいろいろ盛り上がろうっていう。早速質問コーナーやっていくぞ。歯ブラシにマヨネーズつけて磨くと歯がツルツルの真っ白になるらしいのでやってみてください。はい、これで歯磨くと白くなるみたいだから。あ、そうなの、こんなもんですか。ねえ、しかすね、もし街中で遭遇したら声かけてもいいですか。もし遭遇したら写真撮ってくれますか。サインくれますか。質問攻めですいません。まあ忙しくなければいつでも声かけてね。うん、サイコパスになるコツを教えてください。俺様から逃げようなんて3万年がええんだよ。見て学べってことらしいです。最近ホラーナイトだけではなく都市伝説などの動画にも心霊現象が多く起こっていますが、一番怖かったなと思う心霊現象を教えてください。うん、まああれだね、やっぱ普通にこう、あここがもうダーってめっちゃ鳴ってたやつ、ね、地震かって思うぐらいのやつ、ダーってやつ、あだお酒飲んで失敗したっていう体験談はありますか。飲んでて大号泣して MacBook 入ったリュックを思いっきり投げたってことですね。立っちゃう。ストロングゼロ飲んで記憶なくなって気づいたら強兵にゲロ吐いてた。酔った勢いで結構なブスにこくって振られました。友達の車で運転手以外の6人ぐらいとワインめっちゃ飲んで舞浜までドライブしてウォルトに「ありがとう」ってめっちゃでかい声で叫んだ30分ぐらいに道路でゲロ吐きました。Dオタになったきっかけを教えてください。家族といとこが好きだったから。正義さんの毛量はどうしてそんなに多いんですか。家族といとこのせい。ナリ君歌って。ゾウさんゾウさんお花が長いのね、そうよか。歌わせ。リボンさんは痩せないんですか。痩せてる時が好きです。お願いします。リボンくん、なんで痩せることができないんですか。ST スタジオの皆さんは好きな人に告白するときってどんな風に告白しますか。例えば LINE とか手紙とか直接とか。愛してるぞー。うわー。それでは電話をしていきまーす。電話すごい、これ今回当選した方、おまゆさん、おまゆさん、おまゆさん、お電話かけていきまーす。おー、かわいい音。あ、かわいい音だ。こんにちは。当選したみたいな。わーちゃん言ってる。聞こえますか。こんにちは。やばいはいいんだよ、もうよ。やべえはいいんだよ。質問くれい。じゃあ質問お願いします。ノリと強兵とターボーがいるから。やばい、ノリはってノリの3日間寝なかったやつ全部かっこよかったです。ノリの3日間寝なかったやつ全部かっこよかったです。質問せえや。注文いいですか。注文、野球のモノマネやられてるじゃないですか。はい、私たちカープ女子なんですけど、もうちょっと言うの欲しいです。あ、なるほど。次の野球モノマネを、うん、カープでやってほしい。おお、おお、なるほど。次って阪神の手だったよね。阪神の予定。じゃあ阪神の次カープに決定。おお、すごい。ピクミンみたいなのが、なんか言いたいことあれば。めっちゃ好きで、毎日 SP の動画を見るために勉強頑張ってます。うわうわ、ありがたい。ありがとうね。嬉しい、嬉しい、嬉しいね。これからもね、応援よろしくお願いしますね。はい、頑張ってください。ありがとう。イベントとか大阪である予定なんで来てください。はい、大阪行きます。おお、じゃその時、あの電話したやつですって言ってください。ありがとう、愛してる。ありがとう。ヨッピー、ヨッピー、バイバイ、バイビー、バイビー。おー、
い。なんか電話って新しいじゃん。やっぱ近い。うん。やっぱそれでやっぱなんかイベントみたいな感じで元気をもらえるなって。確かに。そうだね。素晴らしいね。俺らを見るためにがこう頑張ってるっすよね。うん。めっちゃ嬉しい。そういうのがね励みになっているので、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで以上、ひまぶと ST のコラボ企画生質問コーナーが終わりまして、その結果、次の乗り物が広島カープということに決定です。素晴らしい。見たい。すごいことやで。概要欄にこのひまぶっていうアプリ貼ってありますので、そちらから皆さんぜひダウンロードの方よろしくお願いいたします。お願いします。そして夏のイベントで着々と僕たちは動いていますので、会える日楽しみにしていてください。楽しみにな、ね、待ってるぜ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー。バイビー。バイビー。